るさと納税しないとと思って、去年いろいろ調べたじゃないですか、配信とかで。なんかいいのあります？この場のさ、やっぱ500人くらいの力を使ってさ、ちょっとみんなでふるさと納税探そうぜ。タコールグリーンのアクセもふるさと納税で購入できます。アクセサリー系ふるさと納税っていいね。なんかふるさと納税しないとと思って、そろそろ全くやってなかったのよ。で、去年いろいろ調べたじゃないですか、配信とかで。で、やっぱアパレル系だと、なんだ、良さそうだなと思ったのが、ナンガ。やっぱオーロラダウンとか。そこら辺がね、多分28万くらい。バカ高いけど、まあその税金対策としてね。税金普通に払うんだったら、まだその物に変わるしみたいなところで高いっていうのがあるんだけど。まあナンガとか。あとは、ダナー。ダナーね、なんだっけ、ピトッククロックじゃねえや。あれ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 。なんか今日物忘れ激しいな。寝不足のせいかな。なんかマウンテンブーツと普通のブーツの中間みたいで、僕がおすすめしたやつ、めっちゃ履きやすいっていう。あれとかもあったから、まあダナーとかナンガとか、あとは僕機材系も好きなんで、ソニーのレンズとか、まあ100万とかしてたんだけど。ソニーとか、あと僕が良さそうだなと思ったのが、まあ金子メガネの返礼品があって、で金子メガネに関しては、その物が届くんじゃなくて、その各店舗で使える商品券みたいな、確かね30万分くらい、そのふるさと納税でそのチケット買えば店頭で9万使えるみたいな、9万分のメガネチケットになりますみたいなって。でダナーもね、もう持ってるモデルばっかだったし、ダンガもダウンいらんなと思って、メガネに全張りしようかなと思ってるんですけど、なんかいいのあります？この場のさ、やっぱ500人くらいの力を使ってさ、ちょっとみんなでふるさと納税探そうぜ。あ、ケーブトゥルーパー、ケーブトゥルーパー、そう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 。なんかないかね。まあ飯系はさ、なんかライフスタイル系のインフルエンサーの人のやつ見ればいいと思う。カニとかうなぎとかね、米とかいろいろ、シャインマスカットとかあると思うんだけど、まあ、あっても食わんしなっていう。なんか親にあげるとかだったらいいんだけど、なんかないかな、ふるさと納税おすすめ。みんなのチャコールグリーンのアクセもふるさと納税で購入できます。チャコールグリーンってなんか聞いたことあるな。いいね。でもこれブランド物、へー、アクセサリー系ふるさと納税っていいね。なんか、あ、そうだ、フラッシュポイント取り扱ってるからか。でもフラッシュポイントとかはさすがにふるさと納税でないでしょ、きっと。今フラッシュポイントを直し出してるんですよね。そのうちお見せできるかと。私はふるさと納税で仙台の牛タンラー油を注文しました。ああ、そうだよね。やっぱお肉とか注文される方多いですよね。お肉、お米。なんだろうね。まあ冷凍食品系か、あとは。日持ちするもんね。猫ちゃんたちのグッズとかないですかね、ふるさと納税。猫グッズでふるさと納税で買うってなんだ。キャットタワーとか。メガネは松田おすすめですよ。松田。ちょっとみんなから知識吸収だから。松田。メガネ。高っ。高っ。7万から9万。高っ。貴族のメガネや。ふるさと納税はもつ鍋とか地鶏の炭火焼きとか酒に合うものしか買ったことない。ああ、でもやっぱ普通そうだよね。ファッション系のお店のアネモスコープのグッズもふるさと納税対応するような話ありました。なんだっけそれ、アネモスコープって。これも聞いたことあるな。ここのオリジナルもってことだよね、多分。